サージョゼフ・ブレストウィッチは、イギリスの地質学者、実業家である。第3期の地質のエキスパートで、ブルシェ・ドッペルでの、サンアシュール遺跡の石器の発見を確認したことでも、知られる。ロンドンのペンズベリーに生まれた。パリ大学やレディングで学んだ後、ユニバーシティカレッジロンドンで、科学、自然哲学を学んだ。1830年から、家業の愛の仕事を始め、 仕事でイギリス各地やフランス、ベルギーを旅した。これらの旅行で地質の観察を行い、地質学に興味を持ち1833年にロンドン地質学会の会員となった。1831年から1832年の間の観察に基づいて1836年に発表したコールブルックデールの地質の研究で地質学者としての高い評判を得た。 1846年からロンドン盆地の第三基地層の研究を行い、イギリス全土、フランス、ベルギーの第三基地層との関連を研究した。1858年にブーシェド・ペルテが石器を発見したと発表したサンアシュールの村部側の洞窟を訪れることをヒュー・ハルコナーから依頼され、ジョン・エヴァンスと共にペルテの発見を確認した。 その報告は1859年から1860年になされ、科学的方法による考古学の始まりとされる。1860年代は王立石炭委員会や首都上水道委員会の委員に任じられた。1874年にオックスフォード大学の地質学の教授となった。1849年にロンドン地質学会からウォラストンメダルを受賞した。 1853年に王立協会の会員に選出され、1865年に王立協会ロイヤルメダルを受賞した。1896年にはビクトリア女王によりナイトに除された。ウィキメディアコモンズにはジョゼフ・プレストウィッチに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。